こんばんは。始まりました、川西美希です。今回はとある日の私のめちゃくちゃゆるい生活を紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。今日はずっと編集をしてたんですけど、今年は脱引きこもりということで、週に最低でも48時間ぐらいは外出ようかなと思ってます。今日はしかし引きこもりでした。ということで夕飯を頼みました。ウーバーイーツでサラダ。いやもうこれね、壊滅的に美味しくて、クルトンとか追加しちゃうんですけれども、全然ヘルシーじゃないっていうね。いただきます。ご飯食べたら、最近は肌のために1日の中でスキンケアする時間を決めてて、メイクしてない時は夜の7時か8時とかにスキンケアするようにしてます。基本的に私朝風呂派なので、ここでしっかりとスキンケアを済ませます。でメイクはしてないけど、クレンジングジェルで毛穴の汚れとかを取って、しっかりとお湯で洗い流します。この時使ってたクレンジングジェルはエステで購入してるものです。そして洗顔なんですけど、この日はスキンピールバーの黒を買いました。100均の泡立てネットでしっかりとでもこもこに泡立てます。でもこもこの泡かき集めて、泡パックなりくるくるとしつつ綺麗にします。で洗い終わったら洗顔ネットをしっかりとお湯で洗って、なんかねこの水玉のところがめちゃくちゃかけやすいので、乾くまでここにかけておきます。そしてスキンケア、こちらのリボーンの、これ1年以上使ってる化粧水ですね。本当におすすめの化粧水。これを何回もプッシュして顔全体になじませます。なんかねこの化粧水めちゃめちゃ吸い込みが良いので、ある程度肌がもちもちしたかなと思ったら OK です。そしてクリームはベイビーシャルクリーム03番。爪が長いので指を折って、なんかこんな感じでクリームすくって顔全体につけます。こちらは YouTuber の車谷瀬名くんがプレゼントしてくれたものです。でこれ結構保湿力高いのでね、最近こちらを使ってます。で手についてるクリームとか化粧水はだいたい首とかにつけて少しマッサージしておる。で洗面所にいるから歯磨きも一緒にしちゃいます。でスキンケアをしっかりしたら SNS パトロールをします。だいたい1日の中で SNS がっつり見る時間を作って、インスタだったりツイッターリプ編だったりとか、あと YouTube のコメントとかもねチェックして返信したり、あといいねをしたりしてます。でこの日はちょっと編集が溜まってたので、夜も編集をしていきます。
4時か。よいしょ。そして本当ならばもう寝ちゃいたいんですけど、今年は体力作りとダイエットもより頑張っていこうと思ってるので、寝る前に筋トレをします。寝る前の漫画タイム、なんかねこれがないと絶対私寝れないんですけど、漫画だったりとか、あとその日あったニュースなんかまとめとか見て、足のマッサージ機使ったりとかしてしっかりと癒しタイムを堪能します。最近見た漫画で面白かった漫画はこちら、サマータイム連打っていう漫画で、一見ね一巻の最初見た時はいはい青春系ですねみたいな感じだったんですけど、ページをめくっていくごとにあれっていう風になってきて、これ主人公の好きだった人が亡くなっちゃってるんですよ。でその子のお葬式に行くところから始まるんですけど、おやおやこの漫画なんかただの青春漫画じゃないぞっていう、30ページぐらいめくると私はもう虜になってたんですけど、これまだね完結してないんですけど、かなり面白くて勢いで見ちゃいました。そしてもう一つこちら、これね昨日ずっと見てたんですけど、強制霊媒師いつきっていう漫画なんですけど、実際にいた霊媒師の方のお話になってるんですけど、これがねもうめちゃめちゃ面白い。ホラー系かなって思うんですけど、この霊媒師のいつきさんっていう方がかなりサバサババサバサ人間と霊をね切ってくっていうのがね面白くて、これも勢いでがっつり見ちゃいましたね。これもおすすめです。はい、それではおやすみなさい。基本的に朝風呂なので、出かける日は起きてすぐお湯に浸かるようにしてます。でこの日はなんかもうめちゃめちゃむくんでたので、お風呂の中でマッサージしたりとか、あと汗かけるように入浴剤とか入れてしっかりと温まります。でお風呂から出たらしっかりとスキンケアします。ちょっとね取り忘れちゃったんですけど、この日はリボンの化粧水と、あと朝はねさっぱりめの乳液とか、あと美容液をつけます。で髪の毛をしっかりと乾かします。なんか最近育毛剤ちゃんとつけてないからまたハゲてきちゃったんですけど、ちょっとねそれが最近の私の悩みです。この日はすっぴんなので帽子をかぶって、でジャケット着て、風が最近すごいので体冷やさないようにスヌードもつけて、ゆるい靴履いて行ってきます。はい、という感じで今回はとある日の私の日常を紹介したんですけど、こんな感じで編集したり時にはぐだったり、まあそんな生活をしております。はい、ということでね最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。